はいの皆さん、こんにちは。スターリーの河野玄斗です。今回も楽しい楽しい大学入試の実況プレイ丸1年分やっていきます。実況プレイっていうのは僕がね、初見の問題を解きながらただ思ったことを話していくっていう内容なんですけど、やっぱりね、入試問題解くの楽しいですよね。申し訳ないですけど異論は認めません。だって勉強を通してね、集めてきた武器を使って入試問題っていうボスを試行錯誤しながら倒していくっていうのはまさにゲームと一緒じゃないですか。しかも僕自身がね、初見の問題に対してどういう風にアプローチしてるのかの思考プロセスも皆さんと共有できるので、まさに一石二鳥な企画なわけです。そして今回プレイしていくのは2023年大阪大学理系の入試問題丸1年分。案内は良質かつ比較的ね、計算が重い問題が出題されることでも知られています。まあ去年の数学はね、比較的簡単だったんですけど、今年は難化して例年通り重いセットに戻ったようです。数学は5問で150分、計算ミスに気をつけながらしっかりとね、完答を目指して楽しみながらプレイしていきます。はい、それでは大阪大学理系の実況プレイやっていきましょう。楽しみですね。まずは第1問から。ゴリゴリの数算ですね。 A の2以上の自然数とする。括弧1が X が0以上1以下の時、次の不等式が成り立つことを示せと。括弧2番ね、どう考えても括弧1の不等式使うのはもう目に見えてますね。まあ、とりあえず括弧1番示していくと、まあめちゃめちゃ汚いけど、汚い原因のね、このシグマの部分っていうのがただの等比数列の和ですからね。これをまあ綺麗にしていけばいいのかな。まあ、中辺っていうのがどういうふうに表せるかというと、まあ、x プラス1分の1引く1で、2を入れるとマイナス x のマイナスからプラス x だから、マイナス x2 乗プラス x3 乗点点点と。でどこまでかというと、マイナスマイナス x の n マイナス1乗とっていう形になって、ここの部分が等比数列の和ということで、x プラス1分の1マイナス、公比がマイナス x と、だから1プラス x 分の1引くマイナス x の公数が n かということで、 x プラス1分ので通分できて、この1の部分が消えるから結局残るのが x プラス1分のマイナス x の n 乗とマイナス1の n 乗合わせて1プラス x 分の x の n 乗と。真ん中の部分、本当はこんな綺麗に表せるんですね。綺麗に表せるけど、あえてこの形で書いてるということは、括弧2番でこれを使えっていうことなんでしょうね。あとは別に x の n 乗で割ったり、まあ、とりあえず中辺引く左辺と、右辺引く中辺っていうのを順番に計算していけばいいわけですね。x の n 乗でくくると1プラス x 分の1引く2分の1だから、かける2括弧1プラス x 分の1、2引く1プラス x だから1引く x か。で、x が0以上1以下の範囲では正正ですね。0以上。まあ、同じように右辺引く中辺っていうのを考えてあげると、x の n 乗でくくると、まあ、1引く2分の 1x 引く1プラス x 分の1ということで、1プラス x でくくると、あ、2括弧か。2括弧1プラス x でくくると、2たす 2x 引く1を括弧か。2たす 2x 引く x 引く x2 乗引く22が消えて x 引く x2 乗だから x かっこ1引く x かということで、まあ正ですね。0以上よって題は示されましたよ。これはね、一見複雑そうに見えるけど、まあ等比数列だから綺麗にできるよね。これだけですね。でかっこ2番、 an イコールこれとするとき次の極限値を求めよ。まあかっこ1使いってことだと思うんですけど、まあ an も書き下しておきましょうか。 an っていうのが h 入れると1か、1引く2分の1足す3分の1引く4分の1点点点か。この無限級数の和っていうのはログ2に収束するっていうのは、まあ、有名なんで、まあ、an 引くログ2これは0に収束するけど、 n をかけることによって何かに収束するよっていうことですよね。括弧1と見比べてどうにかできないかなって考えるわけですけど、まあログ2ここのね、シグマの部分が an に対応するなっていうのもわかりますし、この x プラス1分の1とログ2も目に見えて0から1まで積分しろっていうことですよね。0から1まで積分しろと、 x が0以上1以下の範囲って言ってますからね。まあこういった伏線を読み解くっていうのが大事ですよね。どうせね、括弧1の不等式使うに決まってるんじゃん。うん、見比べて al のシグマは、うん、これどうせシグマの部分が対応するんでしょ。 x プラス1分の1、うん、あ、0から1まで積分すればいいんでしょ。まあ、0から1まで積分すると2分の 1x の n 乗っていうのが2括弧 n プラス1分の1か、
2(n+1)/1 小なりイコール、まあ、マイナス1の n 乗をくくり出せて x+1/1 がログ2になるよと。で、マイナス1の分がマイナス1で、まあ、これか、これを積分していくとプラス2分の1引く3分の1プラス…で、マイナスマイナス x の n-1 乗分の1はマイナス n 分の1マイナス x の n 乗っていう形に積分できるから、マイナス n 分の1、まあ、マイナス n 分のマイナス1の n 乗か。こんな感じですかね。一応最後書いてあげると n 分のマイナス1の n-1乗。あれ、何かがおかしい、何かがおかしいっていうのは、ここのスタートがね、これマイナス1、1、2分の1、マイナス2分の1って符号違うのに、ここ符号一緒になっちゃってるなっていうおかしさですね。積分が間違ってるな。これ微分すると、あ、これマイナスだからここプラスになるのか、ここプラスですね。ということで、まあ、残りの部分は n+1/2(n+2)/1っていうことが分かって、ここの部分がマイナス an ですね。ということで見比べてあげると、まあ、マイナス1の n 乗がここにありますよ。 an-log2 の逆があるわけだから、まあ、あとは n 倍するっていうことを考えると、マイナス1の n 乗 n 倍するところの an-log2 っていうのは、両辺をマイナス n 倍すればいいということで、マイナス n 倍、まあ、もう極限の形考えるとこうなるよね。極限を取ってあげるわけだから、マイナス n 倍、1たす n 分の1、1たす2(1)たす n 分の2分の1 ということで、まあ、真ん中の部分の極限っていうのは、これがマイナス2分の1、こっちもマイナス1たす2分の1でマイナス2分の1に収束するので、挟み撃ちの原理よりこれもマイナス2分の1に収束すると。まあ、こういう感じですかね。この問題はね、括弧1番をどう使ってあげるかっていうのがポイントなわけだけど、 x+1/1 からログ2を導くときに0から1まで積分するよなっていうのに気づければ、まあ難しい問題ではないですかね。では続いて第2問、ベクトルの問題ですね。平面上の3点 OAB がこれかつこれを満たすとすると。なるほどね、うん、で、これを求めようと。まあこれをなんか適当な P ベクトル、これを Q ベクトルみたいに置きたくなりますね。まあ、これ一見すると OA ベクトルをと OB ベクトルが基準ベクトルに見えて、まあ、2OA ベクトルプラス OB ベクトル、 OA ベクトルプラス 2OB ベクトル、これを、ね、基準のベクトルっていう風に定めてあげればいいっていう感じなのかな。で、求めたいのは P ベクトルと Q ベクトルの内積ですよね。 P と Q の内積ということで、 P イコールQ の大きさが1で、かつ P かける P と OA たす OB っていうのをこれ足して3で割れば導けるから、3分の P ベクトルプラス Q ベクトルと、これの内積が3分の1ということで、 P の大きさの2乗が1だから P と Q の内積が0と、ということで答えは0ですね。この P ベクトルと Q ベクトルに着目すれば、大きさが1で内積が0ということは、まあ、正規直交座標っていうのを考えることができますね。1001みたいな P ベクトルと Q ベクトル、非常に扱いやすいですね。じゃあ括弧2番、平面上の点 P がこれかつこれを満たすように動くとき、 OP ベクトルの大きさの最大値と最小値を求めよう。まあ、要はこれも、まあ、P と Q を使って表し直すと、 OP-OA+OB は3分の P+Q か、小なりイコール3分の1かつOP と P ベクトルの方か。なんか P と P ややこしいですね。別の C と D で置けばよかったですね。これはちょっと先見の明がなかったです。小なりイコール3分の1を満たすように動くとき、 OP ベクトルの大きさの最大値最小値、まあとりあえずね、 P ベクトルと Q ベクトルが数座標 Y 座標みたいに表すことができるわけだから、おで1、これを P ベクトルとして、1これを Q ベクトルとするみたいなことですよね。そうすると OP ベクトル引く3分の P プラス Q、 これは要は3分の1、3分の1の点からの距離が3分の1以下ということは、3分の1、3分の1の点を中心として半径3分の1の円を描きますよと。その円の、内側だね、この内側にありますよっていうのが一つ目の式から言えるわけですね。で、二つ目が OP ベクトルと P ベクトルの内積が3分の1と、うん、P ベクトルとの内積が3分の1。まあ内積って何かっていうと、遮影ベクトルですよね。OP ベクトル、P
ていうのがここにあったときに、結局 P ベクトルに内積、まあ遮影したベクトルとの長さの符号付き長さの積ということは、それが3分の1以下っていうことは X 座標が3分の1以下っていうことですよ。 X 座標が3分の1以下だから、この半円の内側を描くわけですね。ということで P ベクトルはこの半円の中にあるわけだから、 OP ベクトルの大きさの最大値と最小値、これは最大値はこの先で、最小値はこの中心を結んだところのここの部分か。 OP ベクトルの MAX は3分の1、3分の2の距離だから3分のルート5かな、3分のルート5と。で最小値はここの部分は円の中心までの距離が3分のルート2引く円の半径だから3分のルート2引く1か。まあこんな感じですかね、うん、この問題はね、最初が全てですね、基準ベクトルが OA ベクトルと OB ベクトルで表されてるけど、もうこの括弧1番求めさせたいものの伏線から、これを P ベクトル、これを Q ベクトルっていう風に置き直して基準ベクトルを変えていきましょうっていう話ですね。この問題ね、類大経験があればそんなに難しくはないですね、まあ、類大もね徹底基礎講座で扱ってるので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。では第3問ですね。2分の π プラス1この範囲に入ってるから、うわめんどくさ、めちゃめちゃ当たり前じゃないですかこれ。これを示せって言われたら当たり前すぎてなんて言おうって感じですけどね、これ計算重いですね。はい、ということで無事全問正解することができました。よかった。途中ね、計算がめちゃめちゃ重いもの、場合分けがめちゃくちゃ多いもので、かなりね本当に合ってるかなっていうところもあったんですけど、まあなんとか計算ミスせずに満点取ることができました。まあ感想としては意外とね標準的な問題が多いなっていうところですね。ただまあ類大経験がないと難しい問題もありましたね、まあ、BN が7の倍数、ね、サイコロと7の倍数っていうのは、まあ、確率変化式が相性がいいとか、まあ、あとはこれですね、基準となるベクトルをまるっと書いてあげるとかね、まあ、類大経験があれば簡単だけど類大経験がないと難しいみたいな問題がね結構出されてるね、そういう印象を受けましたね。まあでもね、僕はね徹底基礎講座でね類大を一通りもう全部教えてるので、まあこの程度の問題だったら全部まあ難なく解けるかなっていう感じではあります、まあ、ぜひね徹底した演習を積みたい方は概要欄の方から徹底基礎講座チェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。